でかい。重たいんだよ。なんじゃ。なんじゃ。うわ、来た。重たい。重い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 。めっちゃ重いな。痛いよ。足が刺さる。のんちゃん何キロだろうな。自分のお家分かってんだもんな。僕ダイヤのお家だもんね。ダイヤね、すごいね。ちゃんと住み分けできて。ここもんちゃん一回も乗ったことないよ。毎日ダイヤが入ってるね。ん、うん、よいしょっと。ん、これはどうやって上に乗るかを考えてんのかな。あ、来た来た来た。うわ、はいはい、近いよ。いつもこうやって乗ってきます。おお、取れないんだよね、マック。んちゃん、でかい。いいね。なんだよお前、かわいいな。うんだよ。うん。ダイヤ。どうして。ダイヤ。ダイヤ。ダイヤ。体重測る？測ってみる？ダイヤくん、うん？久しぶりに測ってみるか。ね。赤ちゃんみたいだな、ダイヤ。ね。もう2歳だよ。なんだよ。ちっちゃいな。な、ちっちゃいの。ちっちゃいの。絶対測ってみよう。ね、よしか。可愛いからもうちょっと取っちゃう。可愛い。ダイヤー、かわいいね。
よし、ダイヤ体重測るよって言っても体重計に乗っておとなしくなんかしてくれてないから、まず最初にママの体重を測ってから抱っこして体重計に乗ります。じゃあこのボロ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 の体重計、もんちゃんもんちゃん乗ろう、ねえもんちゃん、もんちゃんママと抱っこして乗ろうな。もんちゃんもんちゃん乗ろうねえ。ちょっと体重増やしてから乗るか。モンド、モンちゃん、乗るよ。ね、いい抱っこしよう。じゃあ、はい、あれでいい抱っこ。はい、モンちゃん。でも来た。じゃあちょっと仲良くしてからな。待っててあげる。仲良しさんな。よし、乗ろう。乗りました。乗ってるとこを撮ると私の体重がバレてしまうのでそこは秘密。ダイヤ君はなんと4キロになってました。ダイヤずっと 3.8 キロだったのにね、ちょっと増えたね。よかった。もちゃんまたご飯？モンドくんは 6.6 でした。おっきいね。重たいのよ、ほんとに。うん、だよ。